こんにちは、カリーマンです。カレーを食べるときに器ってどうなんか考えられてますか？まああるものを使ってる方もいると思うし、カレーのためにね、なんかこう特別なね器をこう用意して食べたりとか、自分のねこう気持ちに合わせてこうお皿選びとかして、食事をされてる方いるかもしれないんですけども、いろんな食べ方に合わせて、まあ、器も変わっていった方が、カレーをよりね楽しめるんじゃないかなと思ってますけども、岡山に油亀という、その陶器とかをね、販売とかしてるギャラリーがありまして、そこで毎年秋頃にですね、一回カレーのための器展っていう、このようなね、カレーの器がパッとこうね全国から集まるね、こういう展示をして展示販売をねちょっとしてるんですけども、で今回は2021年の10月9日から、10月21日までやってたと。でその中で僕がその10月ぐらいにちょっと岡山の方に行ったので、その時にちょっと立ち寄りました。僕もギリギリ閉店間際のギリギリに行ったんですけど、すっごい心よく、いいですよ、いつまでもここ見てくださいって言われて、結構じっくり見させてもらって、買ったお皿があります。今日はそれを紹介したいと思います。はい、でその前にですね、カレーの器店っていうのがそのどういうものなのかっていうのをね、様子がわかるようにちょっとスマホでね撮影してきたのがありますので、そちらをちょっとご覧ください。どうぞ。言葉で言うのが難しい。難しいんですか？やっぱり違うんですか？全然すごい違う。あとおすすめはネパール山椒を使ったこのティムルっていうのと、唐辛子とオイルで作ったこのペースト、この状態のものがすごい美味しいんです。はい、どうやって食べるんですか？これ僕昨日の夜餃子食べたんですけど、はい、餃子にこれを一さじかけて。
いかがだったでしょうか。あんな感じの雰囲気で、すごくいい雰囲気の要は古民家ね的なところで、提供されているので、なんかこう気分もね、なんかちょっと上がって高くても買っちゃうみたいなそういうマジックにかかっちゃうんですけども、はい、そんな感じで買っちゃったものをちょっと紹介したいと思います。I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. まずは、2、3年前に買ったやつちょっと紹介します。この3つよく使うんですけど、これはね、作家がもうちょっと忘れてます、わからないですけど、この縁のところがねこうボコボコしてて、アクセントになってます。で色がね僕好きなんですよ結構。で裏はねここが結構素材感が出てる状態になってますけど、なんか割となんか傷つける感じじゃない、こうなんかザラザラ感ですね。大漏れにしないときはこれよく使います。でこれはですね、この形は僕が知ってる限りでは糸井重里さんがカレー皿を作った時に、この要はスプーンがねこの角に引っかかってこうすくいやすいと、最後の最後まですくいやすい形みたいなので作ったので、このねライン見たことあったんですけど、それに近い感じでこの縁が形成されてます。で色がなんか瀬戸内ブルーって書いてあったんですけども、このねなんかこう微妙な色使いっていうか、焼いた後にこの色が残る状態に持ってくるまですごい何回も試行錯誤して、作ったみたいな話を聞きました。ってことでその話を聞いて、おもうじゃ買うみたいな感じで買いました。これは、はい、そして僕は一目惚れしたのはこれですね。重いんですよ、これ結構重い、大きいんですよね。27センチなんで、こういう普通のお皿がこうなんていうんですかね、こうすっぽり入っちゃうぐらい。ちなみにこっちは23センチぐらいなんですよ。だから4センチぐらいこう周り直径が大きくなってるんですけど、これがですねいいんです。これのね一目惚れしたのはこの渦巻いた、これを見てるとね吸い込まれていきそうになって、綺麗だなぁと。ちょっと黄ばんできてるっていうか、そのちょっとテカテカした部分に色がちょっとねつき始めてきてはいるんですけど、これ最初見た時本当に青くて、青と白がこういい感じのね渦を巻いてて、これはもうめちゃくちゃ綺麗ですよ。これはね、買いました。この3つをね、最初。はい。今年買ったのがこの3つで、これはねお前一番目に手に取ったかな、手に取ったっていうかもう買おうって決めたやつこれです、はい、これライオン座で、岡山の出身なくせして、こう備前焼の皿とか全く持ってなかったので、今回ねちょっとつい備前焼の皿を買いました。やっぱこのね備前焼のお皿ってちょっと気に日本酒を飲むねこのおチョコとかはねなんかよくあるんですけども、和え物とかをね入れたりするぐらいだったらいいんですけど、スプーンをさやっぱこうやるじゃないですか。その時のこの独特のねこのザラザラをどうなのかなってやっぱちょっと気になって手は出なかったんですけど、今回思い切ってこれ買いました。
いや、なんかちょっといい感じにね、こう湾曲してるんですよ。これがね、やっぱ備前焼きだなって感じしてすごいいいです。で、全部同じ感じじゃないんですよね、備前焼きの皿って。模様とかその焼き色の出具合って全部違うんですよ。なので選ぶ時もね、まあ、同じこう形のものだったとしても、まあ、若干の変化がね結構あるんで、まあ、目に分かるぐらいの変化があるので、まあ、面白いですよね。で、これですね、もう超ドシンプル。スープとかでもね使えるのかな、パスタでも使えるのかなっていう感じはしますけど、ちょっとマット系のね、もう素材感なんですよ。分かんないんだろうな、分かんないでしょうね。もっと近くで行くんですね。こんなライオン像こんな感じなんですよ。どこまで寄れるかな。お、さすがやね、たぶんすげー寄れるじゃんこれ。嘘でしょ近っ。ピンボケしねえの、すごいな。タンブラーもすごいね。おおしゃれ、裏側がまあまあおしゃれです。意外と裏側もおしゃれな感じ。そして備前焼きアップって感じですね。これちょっとこれ使おう、まず使ってみようかな、これ、はい。でこれですね、この見えるかどうかわかんないですけど、ちょっとこう点々点々っていうのがあったりとかですね。このお皿をね購入すると、あのこういったあの紙が入ってまして、作家さんのプロフィールとかが書いてあったりして、例えばこれはですね、あの長谷川哲也さんっていう愛知県に在住の方が作られたお皿なんですけども、あの沖縄読みたい読めない沖縄の読谷村っていうの伝統技法を学んだ後に色の研究を積み重ねました。初めて登った山は白馬岳、山小屋で使われている器をイメージしてシンプルで強く使い込みたくなる器を生み出します、なんかね、確かにね、このシンプルさにね目を引かれちゃったんですよ、言われる通り。そしてね、何なのか、このなんか使い込んだ感がもうすでにあるようなね、こういうディテールがね、あの細かいディテールがね、こう均一ではなく、こういい感じに入る、なんかいい感じなんですよ。かすれ具合とかね、色のね出具合、かすれ具合、まあ、ジーンズで言うとね、ちょっとあの2年ものみたいななんかそういうのを感じですよ、わかりやすく言うと。だからね、シンプルなのに味がある、まあ、そういう感じのこのお皿です、はい。でこの紙はですね、あのこの油亀のウェブ通販の方にもこう誘導がありますし、それからその中のこの長谷川さんのものだけをね、そのチョイスしたページにもこうここから読み込めますっていう風になってます。はい、続いてこちら備前焼きです。わあ、これ本当にね、なんていうかな、こっち側はさ白くてこういうラインがこう入ったような感じで粋な感じがするんですけど、こっちはね逆に少し可愛いデザインになってますね、ドット柄の。なのでね、ちょっとね、なんか備前焼きとはいえ雰囲気はちょっとポップな感じですね、僕が思うに、はい。そしてなんかこの薄さといいね、このもうすごい持ちやすい、こうで軽い、これまあまあ軽いで、ちょっと楽しみですね、これで食べる。そしてあの第一印象、もうファーストインプレッションで買っちゃったやつですね、ザン、はい。こちらはですね、茅野のりふみさん作。茅野さんは岡山県出身なんですけど、今愛知在住ということで、まあ、カラフルなねタイルのような模様の、まあ、作品を作られる方です。
いやこれほんとね、なんかこうなんかあのお皿ってなんかお皿の上に乗るその料理の盛り付けとかをの色鮮やかさとかそのなんかきめ細かいそのこう配置とかねのがまあ楽しみの一つだったりもするかもしれないんですけど、これって盛り付ける前にもなんか楽しい、ちょっと変なお皿だと思うんですよね。なんか所有したくなる、逆に なんていうかなこれでなんか正直ね、これ買う時に思ったんですよ。これ欲しいと思ったけど、あのカレー乗っけたら顔見えんじゃんっていうね、いうふうに思ったんで、顔が良かったのにって思ったんですけど、何なんでしょうっていう、何なんでしょうこの魅力っていうのは。やっぱこのなんていうかな、手仕事的なこのタイルのようなデザインっていうのがなんかこう心に響くんですね、僕の中ではね。そしてね、こう主張するかのようにここのなんですかね、このデザイン側のとこだけなんか釉薬がピカピカ光ってるっていうか、光ってんですよ。なのでなんか主張してくるっていうか、これが買ってくださいよみたいな。なわけないけど。で、あのその光ったところ以外はちょっとマットテイストな感じに仕上がってるんですよね。しっとりっていうのが触ったら、とにかく楽しい感じかなっていう。楽しい、盛り付ける前も楽しいし、このここのね部分をどう生かそうかちょっと一瞬考えるけど、全部盛ったらまあ全部隠れるだろうなと思いながら、うん、まあでもこういうねお皿をこうなんですかね、カレーを楽しむ人にこう提供してね、こう提案みたいなもんじゃないですか。提案からこうカレー皿でねこういうのをね提案してもらえるっていうのはすごい嬉しいっていうか、楽しいなと思いますね。通販であの買い物したらですね、こういう多分紙入ってくるとは思うんですよ。何かというとこの器のね取り扱い方みたいなのが説明書が書いてあるんですけども、あの例えば陶磁器で言えば、新しい器を初めて使う際は次の手順で目止めを行ってくださいっていう、なんかそのまま使うと良くないっぽいですね、これは。だから僕は最初の3枚買ったやつがこれをやってなかったかもしれないので黄ばんだのかなと思うんですけど、どうなんだろう。大きめの お鍋に水を入れて、米の研ぎ汁でも良いです。器を浸すように沈めます。弱火で約20から30分温めます。沸騰直前の泡が出てくるのを目安に、火を止めます。そのまま冷めるまで置きます。目止めをすることで器の表面を強くします。できれば盛り付けの前にさっと水をかけて拭き取るだけでも、さらに汚れや匂いどつりを予防できます。ご使用後は長時間水につけたままにしないでください。カビの原因になるため、使用後はよく洗い、底を上にした状態で風の当たる場所でよく乾かしてください。器は使い込むことで使う人なりに成長し、風合いを増していきます。油亀でお選びいただいた器が末永くご愛用いただけることを祈っておりますということで、陶磁器に関してはやっぱり器をこうねちょっと水につけて置いとくようなこう入れ物とかあると思うんです。そこにパーンってこう入れたままあの寝たりとかねすることあるんですけど、あのそんなことしちゃうとこう良くない、放置しないっていう、もう食べたらささっと汚れを洗って、そして、これがねこういう状態になって、乾かすっていうのが一番ということになっております。ということでね、皆さんご購入の際は、この辺気をつけて取り扱っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。僕のね数少ないカレー皿のコレクションを今日は紹介しました。このね、岡山のにもし行かれる方がいらっしゃったら、ぜひ油亀訪れてみてください。
すごくいい雰囲気の中でゆっくりと時間を過ごせると思うので、とてもおすすめです。おすすめなスポットです。そして周りにはね、ちょっとまあおしゃれなカフェがあったりとか、少し歩けばね、後楽園とかにもね行けるので足を伸ばせるので、すごくなんかロケーション的にも僕はね好きなロケーションの場所にあるんですね。油亀まで行けない方も通販で買えると思いますので、ちょっと気になった方は通販 の, オンラインショップの方もちょっと見てみてください。概要欄の方に、リンク貼っておきます。ということで、皆さんのカレーライフがよりね豊かになることを願って、これからもカレー動画上げていきたいと思います。はい、ということで、今回は2021年の秋に、開催されたカレーのための器店で購入したお皿3点を紹介しました。この動画が良かったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方はぜひよかったらチャンネル登録の方もして、ご覧いただければと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。